さがしラジオどうしましょう。サクッとやりましょう。タイトルコールから。あ、行きましょうか。タイトルコール募集しましたよ。あるんですよ。え、お、いいね。トマトかい？見ないで、俺が紹介するから。イタトマかい？銀シャリかい？銀シャリは銀シャリさんね、サガシラジオ T シャツ獲得です。お、マジで？先月5ポイント貯まりました。もう彼自身も多分そうだね、もう思ってるだろうな。うん、いやてかあいつも気づかなかったみたいで。気づいてないんだ。そう、ツイッターでちょっと俺が言ったらなんか喜んでたよ。小躍りしてたよ。ってことで、松尾さんからいただきました。まずこの普通音から読んでいこうかな。さっきちょっと読んじゃったけど、東野さんも参戦してますます騒がしくなりそうですね。ありがとうございます。そこでチームうまい棒と東野さんの出会いと、なぜ東野と命名したのか教えてほしいです。次に C コーナー始めの挨拶に投稿で、チームうまい棒の拳で語る Wii でお願いします。うんうんうん、なるほど。拳で語る Wii。 Wii って先月やったの覚えてね。覚えてる覚えてるね。俺ら18だから酒飲んで Wii とか言ってやってたやつ。それこれさ、 Wii 絶対豆腐でしょ。そうだね。あ、てか、いや、みんなでいいんじゃない？ Wii ってみんなで始まるみたいな感じでやろう。そうしよう。うん、ってことで、東野さんのまず、出会いは、あれですね、単純に元中学マッチは小学校だけど、そう、あのね、歌お豆腐マッチが小学校から小中一緒で、でそっからその東野が中学一緒、中学校だね、で中3でめちゃ仲良くなったみたいなね。そういうことですね。あと一人さいるけどね。あと一人は、まあ、中学校でね。さ、あと一人は俺は小中一緒だ。あ、そうだね。一人、もう一人出さんとダメじゃないもん、ね、いつ出るよ。でもあいつ地元に住んでんだよ今。でしょ、実家住んでんだよ。誰もコンタクト取れず。そうだ、だからほら、なんだ、でかいやついじゃん、ウルトラマンみたいなやついじゃん、俺のうち、東京生の。あいつが今、普通に遊んでるからね。そう、今日も遊んできたよって言って、うん、でも LINE も見せてもらったし。だから呼べる全然。でもだから俺ら連絡取れないんじゃなくて、取ってねえだけじゃん。取ってねえだけ。取ろうとしてねえからだ、まず。そういうこと、そういうことなんだよ。だから、まあ、例えばもう、マッチ東京帰ってきたとして、5人で、うん、できるゲームがあればやりたいよね。そう、じゃあ、引っ越し祝いで取る？あ、いいね。あれ、それ言うか。あ、じゃあさ、リスナーさんに5人でできるゲーム募集しようよ。あ、いいよいいよ。あと、引っ越しの話もちょっとする？ちょこっとチラッと。ですね。ちょっとチラッと。ちょっとチラッと。何のコーナーだよ。ちょこっとチラッとのコーナー入ります。ちょこっとチラッとしか見せてくれないのっていう。めちゃめちゃ面白いね。どっちだよね。実はですね、最近チームうまい棒内で会話してるものがあって。はい。歌おとトークマッチで3人でルームシェアしようっていう話を。私が入る前の話ですね。あ、そうですね。東野が、東野と市が行く前の話なんですけど。ちょっとね、うまい棒ハウス建てようかなと。なるほどね。うまい棒ハウスちょっと建てて、動画またちょっとね、加速させようかなみたいな。そうだね。っていうのをね、結構ね、もう、割と固まったんだな、今ね。ちょっと、うん、話しててね。収録前のね。やると思います、うん、はい。って感じですね。だからそう、マッチはね、多分夏ぐらいに帰ってくるかもしれないんで、今んとこそういう予定だね。夏の終わりぐらいかなに帰ってくる、予定なんで。夏帰ってくる、まあ引っ越すと。そうだから、それ東京帰ってくるはタイミングぐらいでちょっともう一人参戦と、うん、そうだね、引っ越しが落ち着いて呼ぼうみたいな感じで。そうだな、総集結ね、バタバタすっからな。ってことで、じゃあ、あ、東野の由来とかどうする？ちょっとこれ考えたいね。これはもう編集でカットしてください。まあ、東野はあれだ、とある有名人の、とある有名人。いや、そこぐらいまでぼやかさんと、わからんて。それをちょっと取った感じだよね。うん、まあ、本名にも割と近いのかな。まあ、そう、東野浩二に似てるんだよな。いや、お前、それは、それ以上言うな。それはマッチ。それ以上言うな。ってことで、タイトルコール始めましょう。じゃあ、チームうまい棒のを東野が言って、うん、拳で語るっていうのをマッチが言って、みんなでウィーで始めましょう。うん、あ、いいね。うん。じゃあ、東野からどうぞ。いきますよ。はい。チームうまい棒の拳で語る。ウィーあ、揃った。あ、揃った。すごい揃った。
まった、俺ちょっと遅めに言ったんだけど。あ、そうなの。いや、すごい、それとか。それよりマッチの反響してるの嫌いだね。マッチがいたもん、今。見えたよ、マッチ。ってことで、始めましょう。始めましょう。じゃあ、どうする？あ、どうやる？あ、滋賀の話するか。あの、滋賀の反省会しよう。はい、滋賀の反省会というより、桃鉄とスーパーマニーマンの反省会と思うんだけど。あいいんじゃない。スーパーバニーマンマジで良かったけどな。あ、やっぱり良かったよな。面白かったよ。あのね、東野からもね、とても評価が高くて、ね、大絶賛。もうずっと何回も見てる。なんなら昨日も歌オンチで鑑賞してたみたいな。2人で見て、この人たち面白いねみたいな。そう話をしてたよ。いやでもやっぱね、ゲームが面白いし、ずるいよね。じゃああれね、結構ストーリーでやってもね、面白かったみたいな。あ、いや、ストーリーは、ストーリーは2人で。2人しかできないからね。そう。うん。2人しかできないからね、4人で、あれ、ボールゲームしかないからさ、それがちょっとあれだったけど。まあでもよかったよね。あ、いや、マッチうますぎだったのが面白かった。そうやね。マッチプロゲーマーだからね。それが本当に盛り上がったというか。成長の塊だからな、俺は。マッチがうまいっていうのが面白いんだよね。そう。でもマッチ結構ゲームうまいんだね。俺初めて知ったんだけど。え、なんかアプリゲームみたいなのうまいイメージあるよね。うん、いや、てかあの、ゼルダも結構極めてたんだ。そっか、そうだね。俺らがさ、トライフォースさ、3人でやろうぜって神々、なんか三重視みたいなやつ出たじゃん、3DS で。3人でできるやつ。うん、あったあった。あれ3人で撮ったんだけど、お蔵入りになって、そしたらマッチクリアして、全クリしてるから、めっちゃ極めてる。俺らさ、実況でしかやらないからさ、めっちゃ極めてるの、なんか。これ爆弾が強いんで。チャックチャッカリだ。爆弾使うんで。これめっちゃ強いから見ててみって解説はしまうじゃん。いつもすげえ味がマッチが攻略本になってる。結構歌うゲームうまい派で思ってたんだけどね。マッチさんか、マッチもうまいんだよね。マッチさん、バンカジェやったことあるん？バンジョーとかずるい。あ、あるよあるよあるよ。あの2のあのシューティングとか知ってる？知ってるよ。じゃあそれ4人でやろうぜ。あの、うん、そこにあるんだけどさ、あの俺最強だからね、それマジで。あ、本当に？本当に？うん、お、もう自分が楽しみだったよ。多分、ま、マッチと俺経験者だから、ちょっとハンデつけてやろう、うん、ちょっとやりたいんだよね、それで滋賀でもやりたかったなと思って帰ったと思って。まあね、そういうゲームもね、いっぱいできるようになるからね。そうそうそう、だからそう、引っ越したらできるから。あ、そうね、初めてね。まあ、エアライドはあの、お蔵入りになったけどね。なんでだっけ。え、まず撮ってないんじゃない。そう、撮れなかった。面白くもなんなかったけど。じゃあそもそも面白くないもん。だって俺のめっちゃ負けてたでしょ、俺が。スマッチだけ切り始めた。大体4位で。しかも知らねえんだもん。俺普通に走ってるだけなのにマッチ突っ込んできて、おめえのせいだって言われてさ。知らねえよみたいな。おめえが突っ込んできたって。はぁ、俺マシン、おめえ狙ってんだろとか言って、なんか気がしいな。知らんわって。マッチ、桃鉄で3段だったからね。一番やりたかった桃鉄で3段だったから突っ込んじゃったからね。でも、今上げてる桃鉄は結構いい展開になるよね。なる。最後の年、最後の釣りがおい。マッチ見てる？見てるよ、最初だけ。明日、あ、そう、最初しか上げてないから明日上げるよ、また。あ、ほんま？うん、だから見てください。マッチ結構自分でボケてんの気づいてる？え？あの動画内で自分でボケてる？ボケてってか、なんかボケたこと言ってんねんね。うん、ボケてるよ、うん、すごいボケかもしれない。めちゃめちゃボケてる。そう、狙いボケとかじゃなくて、ただなんかね、割と面白いボケしてるよ。素で、素でボケてる。素で。そうマッチ一切狙わないからね、うん、それがいいんだけどね。いや、でもよく全然気づかなかった。桃鉄も面白かったよ。桃鉄もね、桃鉄よく正解だったね。いやいや、正解。最新作出ないかね、最新作。3DS だったからな、2017のやつがね。スイッチ出てほしいね。そうだね。そう、なんか桃鉄なんか一時期なんか販売中止じゃねえけど、生産、なんだ、あ、なんか開発中止みたいなのあったよね。あ、そうなの。そう、それで 3DS 出てなんだよとか思ってたんだけど。で、あれだ、あの、そう、昨日さ、東野とも話したけどさ、あれが、なんだ、3年でやった。なんだよ、お前、何やってんだよ。何やってんだよ、お前。ちょっとごめん。何今の、何今の。マッチ、まだ小道具出してきてね。
狙ってねえやつやめろおめえ引き出しいっぱいあんだからバッカバッカ出てくるんだよ。何何今の。いや今たまたまガシュベル見てただけ。あそうです。ティオティオティオ、そう、あの今デートしてるとこだから、遊園地で。懐かしいな。見てんのか。そう、あの桃鉄さ3年でやったやつなんか面白かったよね。あのうん、そう、撮った後のマッチの覚醒ぶりがね。うん、いやそれ失敗したなと思って、あれ撮ってなかったからさ。3年意外と波あるよね。そう、波があって面白かったよね。俺があのダビング、あれじゃねえ、あれなんだっけ、隣の芝生カードかで、あの豆腐のミカエルをそのコピーしようと思ってコピーしたターンに、そうそう、その瞬間で飛び立たれてさ俺、いやもうあれ消えるターンだって、そろそろおめえくせえからいなくなんだよあれ多いっすね、絞り、たくさん絞り取った後になんかそう、マッチはエアプレーンデビルでサイパン行っちゃうしさで、うんちで飛び立って空中にうんち置いて逃げていくやつ。サイパンの近くでうんこするしさあー失敗したな。いやでも今回、いや今のも面白いんだけど、上げてるやつも面白いんだけど、意外とねあるんだよね。あるある。だから撮れてない時が面白かったりよくするよ、やっぱするね。うん、いやだからラフでできるからだろうね、うん、まあね、うん、ということで、あれやりますか、コーナー。そうだね、コーナー行こう。五六はね、ちょっとまた、すいません、またあのあれでちょっと次回に回します。なんでしょう、4人でちょっと今やってるんでね、へい、好きな〇〇の方がいいんじゃないかなみたいな、おーって思ったんで、いいんちゃう。じゃあ候補いきますね、5つあります。はい、まず好きなポケモン、嫌いなポケモン。おー2番、好きな空間、嫌いな空間。これはあれですね、あの部屋とか、好きな部屋とかそういう空間の話ですね。おー、で、3番、好きなご当地キャラ、嫌いなご当地キャラ待って、好きなご当地キャラ、またあれ出てくるんだ。それ前に、じゃあこうもね、こぶぶにの言うな4番、好きなお酒、嫌いなお酒。5番、好きな街、嫌いな街。これよくわかる。好きな街、嫌いな街。待って待って待って、なんか絶対やらないんだけど入れちゃった。待ってなんかということで、どうですかね、これで、これでね、ポケモン、空間、ご当地キャラ、お酒、マッチマッチとご当地は入れるじゃんご当地は言いてだけだろマッチの好きなご当地キャラ何なの西国だよ最大だよマジこれね、あの2年前ぐらいの騒がしラジオで、うん、扇風機みたいなあのご当地キャラ好きなんだよね。マンホールだろ、マンホール大確かあれ騒がしラジオ第3回だな。3回詳しいな。わっけわかんねえ、そんなキャラいねえよとかいう話してやっと出た西子くんだったあの見た方がいい。西子くんって知ってる？西子くん知らない。調べて、調べて。マジどこにいんだ西子くんって。西子くんは西国分、西国分寺のおめえ知らなかっただろお前マジだんだんしがなまりが出てきた西子くんやばいよ、もう事故だよマジね、面白いよ、ま、これ見たことある。マジ扇風機だよ。やばいんだよこれを2年前に出てきて大爆笑したっていう話で、なんかこれか。好きなご当地キャラ言ってくれた方、ゆうすけさんからいただきました。はい、知らねえよなぁ調べたらいる、マイナーすぎるよ。調べたらいるし、ちゃんと中国みたいなやつがさそういう感じでしたね。嫌いなご当地キャラって逆にいる？いる。何？のっぽくん。あー、東京タワーの、あ、違うそう、東京タワーのノッポくん、クソ出せよな。ノッポくん、確かに缶バッチ持ってるから。待って、ノッポくんって調べたら、ハム太郎のノッポくん出てきた。すんごい声が聞こ…すんごい声が途切れるけど。お前、あ、俺らこっちクリアだから、マッチの問題だ。うん、あー、キモいでしょ。キモいな、キモいな、バナナみたいな。そう、なんか顔細長すぎて、これきついな。俺嫌いなの西子くんだな。おいおい、かわいいだろ西子くんアンチが身近にいた
西子くん可愛いだろ。わけわかんねえわ。いやもう化石じゃん。しかもさ、16ちゃんの CM で見たからっていう理由でさ、それだけの理由で選んだんだよ、こいつ。2年前。もうすごいよ。あんだけフラッシー流行ってたのにな。な。そん中に西子くんファンいたからね。なんだ。ということで、そういう感じでしたね。じゃあ、5番、好きなマッチ、嫌いなマッチ。これね、ちょっとマッチ原文を見ようかな、メールの。ちょっと待ってね。これ松尾さんからいただきました。好きなマッチ、嫌いなマッチでお願いします。ラジオ以外はなかなか出現しないので、ここは面白い、さすが、ここは下水くずいみたいなのを詳しく教えてほしいです。待って、それ下水ところぐらいしか出てこないじゃないですか。下水くずいってもう一緒だからね。好きマッチはちょっと5時間ぐらい時間欲しいよね。思いつかないもんね。全然思いつかない。語り尽くしちゃうから、あ、つけせないから。うん。でもね、俺ら結構マッチ好きだと思うよ。好きだね。あ、そう、今日マッチすごい寝坊してきたんですけど、マッチいないと絶対取れねえよなって。帰ろうまで思ったからね。そう。で、よかった。3人揃ってんのに。そう、3人揃ってんのに。予定わざわざ合わせたのに、マッチいないから帰ろうってなったからね。相当好きなんだと思うよ、俺ら。うん、で、嫌いなマッチはなんだ？大黒柱よ。嫌いなマッチ。嫌いなマッチ。嫌いなマッチかー。嫌いなマッチ。出てこねえな。あのね、キモいよ俺ら。いや、それだけマッチが好きなんだよ。そういうことにするか。嫌いではないな。嫌い、あのね、欠点も別にマッチだから。そうなの、そうなの。あの、そのなんだ、離婚したとのさ、そういうなんかセクレがなんか家に訪問しないとかっていう話もさ、全然マッチだからねっていう、その魔法の言葉で、そう、全て好きに置き換わっちゃうんだよ。もうね、笑えるもの、ね。笑っちゃうんだよ。そう。面白いんだよ、それが。なんかね、腑に落ちるよね。そうだな。腑に落ちちゃうぞ。ざけんなマッチっていうのはないんだよね。ないね。あ、なってもマッチだからね。そう。まあ、いや、マッチだしってなんだよね。丸く収まる。確かに。むしろ、それをいじりで返して、こっち満足しちゃってる、ね。そうそうそう。何しても、こっちが満足しちゃうんだよね。いいね。いや、よかったよ、マッチ。いいスタンスだよ、それ。だって、下水こととかさ、今までの騒がしラジオで散々言ってきたから。散々言ってるよ、お前。すげえ最低な人間だよ。なのに、俺ら笑っちゃうんだ、それで。もっとやれぐらいの勢いなんだよね。じゃあ、マッチ自分で自分のいいところマッチと、あ, あ, あの、うん、ここが下水マッチは。あ、聞きたい、それ。確かに。いや、いや、優しいマッチと女たらしマッチだね。え、何、女たらしマッチ嫌いなの、お前。うん、あ、そうなの。ちょっと一途になろうかなと。どの口が言うんだこいつ。なれねえだろ。ほんとどの口が言うんだこれ。とりあえずいたら手出すようなやつだろお前。だってお前、穴があれば一生とか言ってた存在なの。何がそれ一途でいいかいいとか言って、全然説得力ないわ。うん、前のセフレ女どうなの。あ、そうそう、え、まだ会ってんの前の。ああ、前つか俺らが俺訪問してきたやつ、忘れ物しちゃったってこう。ああ、やってるよ。やってるよ。合ってるよじゃないよ。ああ、やってるよじゃない。一昨日もやったよ。出会えば即合体だから。最低だなこいつ。あっちは一途なの。あっちもそういう人なの。あっちもそういう感じじゃない。感じじゃないの。だ、知らねえんだよマッチ。え、俺は会ってないからな。いやー、でもね、どうなんだろうね、俺らだけかなこれ笑ってんの。いや、面白いよ絶対。いや、いや、友達がちょっと面白いよ。あ、友達だったら面白いよね。うん、旗から見たらやべえやつだって。やべえし、くずいげすいって出てくると思うんだけど、うん、だってね、まあ、家の鍵開けっぱにしてセフレに出入り自由にしてるあたりもさ。それを友達に見られるっていう。ああ、やってるよだもんね、姉妹には。すごいこと言ってるからね。あ、こんにちは、忘れ物しちゃっただからね。そう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 。まんざらでもない顔で来てるね。よくある光景みたいな感じで。慣れたような。どっちもね、強者だったよ、あれは。うん、マッチも強いけど、あの女も強かったね。強かったね、そうですね。
もう一日遅く来てくれればな、俺も会えたのに。そう会えたのにな。確かに、もう一日来て面白かったのにね。ね。いや、東野が一日早く来ればよかったでしょ。しょうがない、仕事だったから。そうだよ、東野だって、滋賀まで、まあ、新幹線で一日遅れて来てくれたからね。そうだよ、工事中の清水寺見てさ。そうだよ、私、始発で新幹線乗って京都行って、歌うたちがマッチンチで寝てるだろうからって言って清水寺に行ったらまさかの工事中でそれが唯一の観光だったって、ね、後でさ画像送ってよ、俺それらしいに送るか。はい、送っとく、送っとく。俺ね、多分東京の金色山と何ら変わらないわ、あれあの外観むしろマッチンチのあのね、補修工事のあの感じだったよね、うん、あマッチンチと何ら変わらなかった。本殿全部グレーシートで覆われてるからね舞台の場所でしょ、うん、完全にもうちゃんと送っといてください。やばいわ、もう。あもういやって感じで、どうですかね、もう1時間撮ってるな、うん、終わりかな、そろそろでいいんじゃないかな。終わり、うん、なんか話したいことあるかい。あれはもういいの、なんか好きな女優それいつの好きな女優だったか、なんか言ってなかった、好きな胸の大きさみたいな。あー、あったね。あ、じゃあ最後月曜話どうか普通歌いきます。いや、これマッチないと無理だろ、つだちゃん。そうだ、言ってた、そうだ、忘れてた、それ。じゃあそれ言いますね。なになに興味津々、前のみりになっちゃったよ鼻が長い長い画面越し、てか会話越しでも聞こえるね。です、普通歌、ちまってね。なになに、ポーターさんからいただきました。チームうまい棒の皆さん、こんにちは。こんにちは。ラジオ実況とても面白く、仕事終わりに毎日聞いています。これから楽しみにしています。ありがとうございます。質問ですが、皆さんの好きな女性のタイプ、または好きな胸の大きさ知りたいです。私が女性なので回答とても気になります。これからも動画楽しみにしております。だってよ、だってマッチ女性にしたんだよ。じゃあオフパコしようかお前ちょっとマジで、まあ株なんかないけどお前下がるぞ相当そのためのうまい棒ハウスですそうですよ。しかもお前女性リスナー 3% くらいしかいないさ、その女性リスナーに対しては僕自由よなんていなくなるぞマジでやめとよ本当に。マジ好きな女性のタイプって何。好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプ、俺から、俺最後でしょ。あ、要は模範解答的な。俺優しい人がいい、うん。豆腐は？まあ話が合えばいいよね。てか俺そう、話し合って、あのね、笑いが続く人？ああ、うん。話って楽しい人がいいな。それ一番。確かにな。それが一番だな。それだったら、なんか趣味合わなくても全然。会話が楽しくなる。なんかあと変なこと言っても分かってくる人だよね。あ、分かる。あ、そう、冗談が通じる人みたいな。ね、そう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 。じゃあ、それ3人はそういうことで。マッチくん。3人まとめんな。カットも、ほぼカットみたいな感じだから。マッチは。いや、でもな、俺はな。何、やれればいい人？穴を開けてくれる人。やめろ。お前らも消すなるな。谷間が綺麗な人がいい。模範解答はこれです。斜め上行くわ、やっぱ。お前、小悪魔に釣られて、痛い目合え。本当ね、もうマッチだけさ、ベクトルの伸びが違うよ。お前痛い目あった方がいいぞじゃあそれに関連して好きな胸の大きさはマッチ何？好きな D 以上が欲しいな。 あくまでも以上。うん、でも大きすぎても嫌なんだよね。大きすぎな何カップ？F まで行くとでかいな。だから D か E がいいな。あ、まあ割と共入さんです、ね。じゃあ D 以上って何なんだよって。DE でいいじゃねえかっていう。D 以上 F 未満みたいな。うん、そうね、じゃあでも D でもちっちゃい人っているからさ。ああ、そうだよね。うん。だから、あくまでさ、俺谷間が好きだから谷間が綺麗がいいんだよ。あ、だからほら、なんだろう、ほら。見栄えか。胸が離れてる人とかじゃなくて、ちょっと寄せ気味じゃないけど。そう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 。綺麗な人ね。お乳がお綺麗な人ね。スタイルがいい。そうそうそう。なるほどな。俺なんだろうな、俺別にさ、そういうなんだろう、例えばなんだ、抜く話とかそういう、おかずにするんだったら、うん、まあそれはでかい方がいいって話だろ。東野と目合ってさ、東野の口がピクってくれたのいや、ちょっとね、期待してたわいや、おかず的な話だったら、俺はまあやっぱ巨乳玉だから、巨乳玉この間も巨乳のエロ本買ってたしな。そうだし、なんだけど、でも好きな人だったら俺全然大きさ関係ないかもしれない。トリプル A でも、トリプル A でも
おお、あ、まあ大きい方がいいけど、でもほら気にしてるのも可愛いじゃんっていう話。はい、そういう感じです。やっぱそれ言ったらね、そう、好きな人はやっぱ変わってくるよね。その抜くっていう感じじゃないじゃん、好きな人って。うん、確かに。けど女性として D であってほしい、 D とかもうこうちゃんとあってほしい。あ、だったら C。 C、 まあ、理想 C って結構ちっちゃいぞ。あ、いやでも柔らかいければよくない。俺は D 以下だな。以下、いいか、いいか。え、じゃあ A ダッシュでもいいの？でもあんまり、あ、でもまあそうね。そんな感じかな。なんかあまりそう貧乳ちゃんすぎてもあんまり気にしないかな。うん。まあまあ、けど結局好きな人だったら気にしないし。そうそう、そういうことなんだよ。あるよ、それは。そういうことなんだよ。理想かどうかは別だよね。じゃあ理想かどうかの話しよう。うん。まあ俺も穴があれば気にしないしな。違う違う、穴の話しない。穴の話してねえよ。お前どっか行くな、ほんと。もう枠の中に収まっといて。もう矢印が逆方向だよ。急に飛び出してこうだよ。いいじゃんそれって。うん、こんな感じ。でも収まりました。はい、はい、マッチはまあ破天荒だったと、はい、マッチクズ終わり。ということでお疲れ様でした。銀シャリにはあのちょっとね、いろいろ相談するんで、騒がしい T シャツちょっとね、いろいろあるんだよね。まあね、配送方法だね。匿名配送っていうのがね、メルカリとかヤフオクとかでしかできないみたいなんで、ちょっとメルカリで買ってもらって、なんか iTunes カードとかちょっとプレゼントするみたいな感じになるかもしれないんで、ちょっと銀シャリはあの個人的に俺は DM 送るんで。そうだね、感じで、また5ポイント貯める方ってか、あれなんですよ、言っておきたいことがあって、お便りちょっと読まれてない方もまた送れば、そのいいお便りだったらまた送るんで、諦めずに送ってくださいってことです。どしどしくださいということで、お願いします。お疲れ様でした。では、お疲れ様でした。 See you next ラジオで終わりましょう。じゃあ街から、街で See you next ラジオって一人で言っていいよ。See you next ラジオ。お疲れ、お疲れ。ふざけなかったね。やめろ、もう十分ふざけただろ。許してやれ。お疲れ様です。ラディオ欲しかったな。ラディオだっけ。ラディオ。